中段以降動きがありまして、3番酒井優太、福島勢が後ろからの動き、1番岩本を抑えて前に来ます。岩本もやや突っ張る素振りを見せまして酒井を出しません。5番渡辺諸橋に絡まれていて、さあそれでも酒井優太に追いついて福島勢前、一旦緩んだペースをかましていったのはジャンデ、6番小川翔太、2番浜田浩二、四国勢です。結局1番岩本俊介は5番手、まっくり勝負になりました。さあ明治先行、6番小川翔太、後ろには2番浜田浩二、2車身差高一、3番手が3番酒井優太、後ろ5番渡辺幸則、そして1番岩本俊介も酒井のまくりに乗っての反撃だ。さあ6番小川を捉えた酒井優太、酒井の後ろ5番渡辺幸則の後ろから加速をつけていった1番の岩本俊介、しかしこの伸びは前を捉えていくか。岩本俊介、渡辺幸則、諸橋恵、岩本俊介降臨、2着4番諸橋恵、3着は5番渡辺幸則。